関西本線、関西線本校では、関西線のうち、東海旅客鉄道が管轄する愛知県名古屋市、中村区の名古屋駅から、三重県亀山市の亀山駅までの区間について、記述する。愛知県から三重県の北勢、中勢地方を結ぶ。名古屋駅四日市駅間では、近畿日本鉄道の名古屋線と並走している。名古屋駅、河原台区間は、 規制本線に付随する路線と化し、伊勢南紀方面に向かう快速や特急が通過する。一方で、河原田駅、亀山駅間は通勤、通学輸送に徹している。全線副線でかつ、四日市市の中心部にターミナル駅を構える近鉄名古屋線に対し、JR 関西線は、単線区間が多く残っている関係などで輸送力が低く。 運行本数や所要時間の面で劣勢となっている。しかし、JR 発足後の設備工場や一部複線化によって、ラッシュ時の増発が可能となり、快速、見栄を設定するなどして近鉄に対抗している。運賃も、特定区間運賃を設定して近鉄より安くなっており、輸送量は JR 発足当時と比較して1999年ダイヤ改正後の、 時点で3倍の伸び率となっている。名古屋駅四日市駅間では、日本貨物鉄道による貨物列車も運行される。1992年の運輸政策審議会平成4年、等身第12号では、名古屋駅南四日市駅間を完全に複線化するという計画があり、1993年に一部区間が複線化されたが、それ以降は実行されていない。 関西本線名古屋駅、亀山駅間を参照以下では、名古屋駅、亀山駅間の運行形態について解説する。この区間には、伊勢鉄道伊勢線直通の快速、三重と相性なしの快速、区間快速、普通の4種別が設定されている。他に言うと列車として、伊勢鉄道伊勢線経由で、名古屋駅と紀勢本線の新宮駅、木勝浦駅とを結ぶ特急、 南機が1日に4往復運行されている。西日本旅客鉄道の管轄となる亀山駅伊勢への直通定期列車は2006年3月18日の休校、春日ガの廃止を最後に運行されていない。日中時間帯は1時間に4本の運行である。その内訳は快速、三重と名古屋駅。 亀山駅間の快速が一本ずつ、名古屋駅四日市駅間の普通が二本である。三重を除く普通、快速は、ほぼ全列車二両編成のワンマン運転である。なお、ワンマン運転の場合において、無人駅あるいは、日中有人駅では、原則車内生産を行う。ただし、名古屋駅や富駅では2021年2月1日以降、すべての駅に、 自動改札機が設置されているため車内生産は行わずホーム側のすべてのドアが開き、駅周樹となっている。上りは平日のみ7から8時に亀山発の区間快速が3本運行されており、桑名駅で見るとピークとなる7時30分から8時30分では1時間あたり最大となる8本が運行されている。2006年3月18日改正で、 クワナ発名古屋駅が新たに4本増発され、春田駅や蟹江駅では22時台で5本運行されている。下りは毎日19から22時の間には、快速亀山駅が2006年3月18日から3本増発され5本の運行となり、2009年3月14日に区間快速に変更されて、現行ダイヤに至っている。終電は亀山きの普通列車で、 名古屋発23時台終わりで終点到着は1時を過ぎる。単線区間が多いことから途中駅や信号場で列車交換が行われる。基本的に優等列車が優先されるわけではなく先に駅に着いた方が優先される。貨物列車との行き違いは旅客列車が必ず優先される。旅客列車同士の対比は日中は行われておらず。 先発列車が終着駅まで先に到着するが、朝や夕方、夜間は一部の列車が、八田駅、桑名駅、富田駅のほか、白鳥信号場で退避を行っている。一部の臨時列車は、南四日市駅で退避を行っている。南紀を山椒河原田駅から、伊勢鉄道伊勢線経由で、紀勢本線に直通し、名古屋と紀伊半島東部を結ぶ特急列車である。 キハ85系機動車がが使われ、れ日4往復が運行されている。関西本線内では、快速と停車駅がほぼ同じで所要時間はあまり変わらない。詳細は、三重山椒河原田駅から伊勢鉄道伊勢線経由で、帰省本線、三宮線に直通し、名古屋と伊勢地区を結ぶ快速列車である。名古屋駅を毎時三十分頃に発車し、関西本線内は、 桑名駅と四日市駅に停車する。非電区間に直通するため、キハ75系機動車を使用している。編成量数は1号車の半分を指定席とした2両編成を基本とし、一部列車が1号車を指定席とした4両編成で運転されるが、2010年3月13日改正から2014年12月までは、全列車が4両編成での運転で、1号車は、 指定席となっていた。美濃太田車両区間内のキハ75型とは異なり、3両編成での運用はなく、ワンマン運転も行われていない。名古屋駅、亀山駅間で運行されている。2009年3月14日のダイヤ改正から、日中に1時間に1本運行されており、三重と合わせて、快速列車が1時間2本体制となっている。四日市駅、 亀山駅間は例外なく各駅に停車する。一部の列車ではワンマン運転を実施している。日中時間帯の列車は四日市駅で伊勢鉄道線の普通列車と相互接続を図っている。なお2009年3月13日までは後日の現在の区間快速が快速を名乗っていた。編成量数は最大音量編成。 2009年3月14日のダイヤ改正で、快速を解消する形で新設された種別であり、停車駅もそのまま引き継いでいる。朝と夕方以降に、名古屋駅四日市駅、亀山駅間で運行される。平日については朝は、名古屋駅、夕方以降は、亀山駅のみの運行で、土休日の朝は、名古屋発四日市駅も運行されている。桑名駅四日市駅、 亀山駅間は例外なく各駅に停車する。ワンマム運転は行わない。編成量数は最大で4両編成。全区間ですべての駅に停車する。名古屋駅桑名駅、四日市駅、亀山駅間の運行である。日中時間帯は名古屋駅四日市駅間の列車が1時間に2本設定され、朝夕、深夜には 桑名駅や亀山駅発着の列車も設定されており、一部列車はワンマン運転を実施している。編成量数は2両から5両。この他に、四日市駅、河原台機関では、伊勢鉄道伊勢線経由駅発着の列車が1時間に1本、程度設定されている。伊勢鉄道の車両による普通列車は、すべて1両編成のワンマン運転である。休行 バスが2006年3月17日まで、名古屋駅、亀山駅なら駅間で運行されていた。1999年まではキハ58.65、型で運転され、その後は、廃止時まで、キハ75型で運転されていた。ホームライナー四日市1996年3月16日改正から、平日朝に、四日市発名古屋駅が一本運行されていたが、 2011年3月12日のダイヤ改正により廃止され、以後は快速、三重2号が同時刻に運行されるようになった。特急用のキハ85系で運転されていた。以下では、名古屋駅、亀山駅間で使用されてきた旅客車両を列挙する。基本的に電、電車は診療車両区所属、機動車は名古屋車両区所属の車両が使用されている。 また、定期列車に使用されているすべての車両が片側3、扉であり、トイレを備えている。自社車両、編集211系、電車0.500番台の4両編成が、ラッシュ時の快速、普通列車の一部に運用されている。0番台は最高速度時速 120km で、セミクロスシート、5000番台は最高速度時速 110km で、全席ロングシートである。 従来関西本線では4両編成は運用されていなかったが、2011年9月末から213、軽電車の置き換えで4両編成が運用されている。4両編成にはトイレが設置されている。現在は5000番台のトイレなし3両編成は運用されていない。313軽電車ワンマン運転用機器と、 転換クロスシートを備えた2両編成の1300番台が2両単独な、一周は2編成連結した4両編成で普通列車、区間快速、快速で運用されており、ワンマン運転の2両編成は全列車が本番台の、ワンマン使用者で運用されている。ラッシュ時には、基本仕様の1300番台のほか、4両編成転換式、クロスシートの1000.1100番台や、 三両編成転換式、クロスシートの1500.16001700番台が運用につくこともあり、一部列車で二両の1300番台と三両の1500.16001700番台を連結した個量で運用されている。2012年4月までは、セミクロスシートを備えた二両編成の3000番台も使用されていたが、119系を置き換えるために、 大垣車両区へ転属し、関西本線からは撤退した。キハ85系機動車1992年3月から特急、南紀として運用されている。過去にはホームライナー四日市としても運用されていた。キハ75系機動車転換式、クロスシートを備える2両編成。名古屋車両区に配置された点一零零番台と二百点三零零番台が快速。 見えで運用されているが、稀に、見の大田車両区配置の1200.1300-3200.3300-3400.35で、現在、関西本線内のみの運用はないが、313系投入前は、ラッシュ時に、線内のみの運用が存在した。1999年から2006年までは急行、カスがでも運用されていた。乗り入れ車両、 編集以下の伊勢鉄道の車両が、伊勢鉄道伊勢線から、河原田駅四日市駅間に乗り入れている。伊勢3型機動車2003年から運転されている。本説では、JR 発足後まで使用されたもののみ記載する。自社車両、編集103系電車片側4扉で、全席ロングシートを備えた、通勤系電車。 1996年3月のダイヤ改正から1999年12月のダイヤ改正までラッシュ時の一部の普通列車として3両で運用されていた。113系電車片側3扉の近郊系電車。165系電車片側2扉の急行系電車。1999年7月13日までラッシュ時の関西線で使用されていた。 213系が登場するまでは終日運用されていた。213系、電車5000番台の2両編成が主にラッシュ時の普通列車、区間快速、快速に使用されていた。片側に扉、転換式、クロスシートを備えている。トイレはなかったが、2011年4月からバリアフリー対応トイレが設置された。 1999年12月外野改正までは、日中時間帯の普通列車にも運用されていた。一部は2編成連結の4両編成や211系を連結した5両編成でも運転されていたが、2011年10月1日を、もって同線から撤退した。キハ58系、キハ65系機動車片側に扉の急行系、機動車。1999年まで、 関西線の臨時の快速、三重で使用されていた。1993年にキハ75型が登場するまでは定期運行の三重にも使用され、これには主に大出力エンジンへの換装や内装のグレードアップが施された5000番台が使用されていた。また、1999年までは急行、カスガにも使用されていた。キハ十二系機動車特急、 南紀として1992年3月まで運用されていた。乗り入れ車両、編集以下の伊勢鉄道の車両が、伊勢鉄道伊勢線から、河原大駅四日市駅間に乗り入れていた。伊勢合型、伊勢通型機動車伊勢合型は、第三セクター鉄道として、伊勢鉄道が開業した1987年から2004年まで、伊勢通型は1989年から2005年まで、 運転された。路線の遠隔については、関西本線歴史を、南紀方面の優等列車の遠隔については、南紀を、奈良方面の優等列車の遠隔については、春日を、参照快速、三重の遠隔については、三重も参照ここでは、名古屋駅、亀山駅間の電化後の普通列車、快速列車の遠隔について記述する。この節では、名古屋駅、 亀山駅間の設置駅と営業キロ、接続路線、停車列車を一覧で示し、また過去に存在した接続路線についても列挙する。なお廃止となった駅、信号場については関西本線、廃駅を参照。ありがとうございます。